ありがとうございます。この報告書の内容を受けまして、学校および教育委員会にとりましては大変厳しいご指摘をいただいたものと厳粛に受け止めております。今回の経験を大津市として真摯に受け止めることが今後のいじめ対策の第一歩であると考えております。先ほど委員の先生方から説明を受けながら調査報告書を読ませていただきました。率直な感想といたしましては、やはり息子は学校に見殺しにされたのだという思いです。この第三者調査委員会の報告書を受けて、学校教育委員会は何を危と感じ、そこにはどのような責任があり、そして何を反省しなければならないのか、はっきりと今後明言していただき、答えていただきたいと考えております。そしてそれを踏まえて今後どのような改善が必要なのか、公言していただくことを強く要望いたします。それができない限り、子どもとの信頼関係を取り戻すどころか、教育者としては失格だと考えます。そして出された報告書が今後スタンダードのものとなり、いまだに未解決な日本各地のいじめ問題にも流用されることを切に望みます。